埼玉大学の卒業式が埼玉スーパーアリーナで行われ、それぞれの未来に向けて決意を新たにしました。埼玉大学では5つの学部の1521人が卒業し、大学院の592人が修了しました。酒井貴文学長は、それぞれの学部の代表者に学位記を手渡すと、 失敗をを認める考え方を持ち失失敗敗から学ぶといいう姿勢につなげてほしい失敗に不寛容でやや息苦しい現在の日本社会を打破するよう社会変革を促す役割を果たしてほしいとエールを送りましたこれに対し卒業生代表で経済学部の田村心さんは埼玉大学で学び培った力が社会の平穏な日常を守りより幸せにするための力になると信じ 目の前の解決すべき問題のために一人一人がそれぞれの場所でより一層の努力を重ねたいと決意を述べました。卒業生たちは友人らと記念写真を撮るなどして別れを惜しみながらもそれぞれの新たな旅立ちを祝いました。なかなかコロナで大学とか通えなかったっすけど、なんかこう4年間あっという間だったなっていう思いとあとこれから社会人になるにあたって。 大学生と違うことが多いと思うので、頑張っていいいきたいなと思いますできるだけ馬車馬のように働きたいと思ってますなんか、あっという間だったなっていう気持ちで、すごい充実した4年間を過ごせたかなって。<laughs> 教員になるので、子どもたちを育てる責任を感じながら、できることを頑張っていきたいと思います。